ブリアン・アルフレド・カベサス・セグラは、エクアドル・ロスリオス県、ケベド出身のサッカー選手、エクアドル代表。ポジションは MF、または FW。CSD ・インデペンディエンテ・ JT の下部組織出身。2012年12月15日にトップチームの試合で出場した。その後2014年にトップチームに昇格。 CA リーベルプレート戦やボカジュニアーズ戦で良いパフォーマンスを見せたために知名度が上がった。2016年8月にイタリアセリエ A のアタランタ BC に5年契約で移籍。2017年7月16日にギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC に3年契約で期限付き移籍。8月3日に UEFA ヨーロッパリーグ2017から18。 予選のガバラ FK 戦で得点し、アウェーでの勝利の立役者となった。また、プレイオフのアスレティックビルバオ戦でも敗れはしたが、ホームで一得点の貢献を見せた。しかし、2018年1月6日にわずか6ヶ月で、期限付き遺跡が打ち切られた。同月末に、セリエビーの US アウェリ D の1912に、期限付き遺跡。2018年7月25日、 フルミネンセ府 C にレンタル移籍した。2019年1月11日 CS エメレクにレンタル移籍した。2016年9月に 2018FIFA フフワールドカップ南米予選のブラジル代表のメンバーとしてエクアドル代表に招集された。ここでは起用されなかったが、翌2017年2月22日のホンジュラス代表との親善試合で代表初出場。 ありがとうございます。